谷選手がなぜあれだけまず活躍できるかっていうと、自分のイメージと体が同じように動けてるんで活躍できてるんです。こんな選手気がつかなかっただろうっていうこと。私はなんかやらなきゃいけない使命感みたいな知事選でもらいました。今国会でどんなことが話し合われていて、自分にどのぐらい関係あるのかっていうのを見れなければいけないんです。どのくらい物価が上がっていくのか明確に伝えていかなければならない。災害に耐えうる暮らし方っていうのは何なのか、直下型が来た時に果たして国民の皆様の命が守れるか、少子化をどうやって真剣に変えていくか。私は出産費用を無償化にしたいです。女性が一人でも子育てができる、そういう国にしたいです。どうやったら皆さんの不安や不満を把握できるかといえば、100センチの視点、これは子どもの100センチと車椅子の目線なんですね。100センチの目線で自分がしゃがんでみて、その人の訴えを聞かなければいけないと私は思っています。新しい社会に沿った新しい政治を、維新はやる、次の時代。そうすると、うん、例えば人が青島健太さんに聞きたいことっていうのは、あの人はどうですかとか、この人はどうですかってよく聞かれますでしょ、うん、選手について、選手についてって多いと思うんですね、はいはいはい、まあとにかくメジャーリングって言ったら大谷翔平、大谷翔平って言いますね、うんはいうん、私なんて大谷翔平さんがどんだけすごいのかもう全然わからないっていう人間ですよね、うんうん、だけどその全然わからないっていうような人について、うん、例えば 大谷翔平さんって、うんこういう素人なんですよ、はい、先生どのくらいすごい人なんですかなんて聞いたときに、うん、なんでお答えなんですか。まあいくつかの彼の取り上げ方があると思うんですけど、例えばさフィジカルっていうねことで言うなら、まあ彼193センチありますよ。で193センチの、まあちょっと言い方がもうあれだけど乱暴だけど、あの大男がね、投げるにしろ打つにしろね、野球という競技の非常に繊細なテクニックを全部こう理想的なメカニックとか動き方でこなしていること自体が、まあその彼のそのフィジカルな意味での凄さ、みんな思うように動かないんですよ。こうやって動かしたいなと思っても、体が動かない。あとイメージと動きがついてこないとか、まあ何でもいろんな方ご経験あるんで言えば、例えばゴルフでもそうでしょうし、あれ、ここの居酒屋は石井さんが剣道やってる写真飾ってあるけど。そうですよ。剣道4段を今挑戦中。でもいい、おっしゃることすごくよくないですか、ね、教えてもらう人に、お前何度言ったら分かるんだ。4段ですか。もう挑戦してるの怒ってるんですよ。本当に何度言ったら分かるんだっていうぐらい体が動かないです、これ。思うように。ちょっとここ、ちょっと空気柔らかくするために4段っていう話を。挑戦中。じゃあ余談で言わないでください。これ本題にしなきゃいけないぐらいですよ。座布団。座布団、座布団ない。あと。すごいなぁ、ね。でも、はい。でも、体が思うように動かないで、今私も本当に、うん、あーって思いました。でも、やってたから、うん、こうやりたいとかあるじゃないですか。イメージとかこう。だけど、体が動いついてこないとかってあるじゃないですか。だから、大谷選手がなぜあれだけまず活躍できるかっていうと、自分のイメージが、と体が同じように動けてるんで活躍できてるんですよ。うん、まあ、テニスとかも他のスポーツで言うのは、ハンドアイコーディネーションですよ。目と手の感覚が一致するので、自分がやりたいことがこう体で作れてるっていうのがまず第一です。それはもう、それがまずすごいですよ。で、それが叶ってる人ってもう何やってもあるしすごいんだけど、まあ、その意味だから、あんな風に野球できたら、楽しくてしょうがないだろうなっていうのが一つなんですけど、ただこれは野球をやる人にしかその共感してもらえない部分の話になっちゃうので、もうちょっと違う言い方で言うなら、大谷翔平何がすごいって言ったら、私は今までの価値観とか、今までの伝統じゃないところに、新しい、まあ、スポーツ選手、野球選手のあり方を提示できたっていうことがすごいと思いますね。うん、私なんか本当に投げるのと打つのっていうのは、うん、どのくらい体の構造が違うの、どっちかしかできないっていうもんではなかったってことを証明した人なんですか。そうですね。まあ高校生ぐらいの時は
例えば4番でピッチャーとか、両方やってたりするんですよ。うん、でも多少、やっぱどっちが得意とか、あれ、もう少し言うと自分の中で好き嫌いが始まっちゃうんですよ。そうするとやっぱ好きな方やりたいじゃないですか。だからどっちかがある種手を抜くわけじゃないんだけど、まあどっちかを取るようにだんだんなってくるんですけど、まあ大谷くんはもうどっちも逆に言うと捨てられないほど、諦められないほどの才能というか能力があった。でもそれはそれこそ彼にもっと詳しく聞かなきゃわかんないでしょうけどね。でも、両方ともだって世界レベルですから。今シーズンだってホームラン34本打って15勝上げてんですよ。ちょっと、ピンとこないっていうから、ピンとこないっていうから、あの、ね、そう。で、MVP ってあるじゃないですか。Most Valuable Player ですよね。Yes, yes. で、その中で、うん、大谷さんと、あの、マーロンだか、アーロンだかっていう人いますね。ジャッジ。ジャッジってな、うん、あ、ジャッジはミルジですよ、ね。はい、ジャッジミルジ。アーロンジャッジです。アーロンですよね。はい、アーロンジャッジ。ヤンキース。ヤンキース。はい。全部比べろってさって全然わかんないですけど、ね。もうでもこれね、もう究極の選択ですね、今シーズンは。これあの、選ばれた記者の人たちが投票するんですけど、その、大谷翔平とアーロン・ジャッジが並んでるんですよ。アーロン・ジャッジは今シーズン62本ホームラン打ってて、片や大谷翔平は34本のホームラン、プラスピッチャーとして15勝っていう。もうね、ほんと究極の選択ですね。これは標準みたいなのあるんですか？ないですよ。もうそれはもう選ぶ記者の好み。好み。好み。あ、記者が決める。はい。あらまあそう。はい。でもね、まあどっちなんですか？いやそれは大谷選手取ってもらいたいんですけど、私ここ冷静にスポーツジャーナリスト的なあえてクールにね見たときには、まあジャッジに分がある気がしますけどね。もう全然わかんない。どこに分があるんですか？これまたこのジャッジって名前文字ってさ、さあジャッジ審判が降りるなんて、見出しも飛ぶんですけどね。いや、これちょっと、あの、長い話になりそうだけど、コンパクトに言うと、ジャッジっていう選手はヤンキースってチームに所属していて、で、はい。で、その地区で優勝してるんです。で、優勝のもう、大貢献者というか、牽引してる活躍ね。それと、これがね、面白いです。まあ、あの、アメリカって、今まですっごく大事にしてきたホームランのナンバーっていうのがあって、数。うん、それ60本なんですよ。うんうん、で、これベーブ・ルースが打ったんです。はい、で、このベーブ・ルースが60本打ったんですが、1961年に同じヤンキースのロジャー・マリスっていう選手が61本打っちゃったんですよ。あえて打っちゃったんです。そのもう野球の神様のベーブ・ルースの記録をマリスが抜いちゃったんで、あんまり祝福されなかったんですよ。ほんで、その後彼は本当辛いキャリアを送るんですよ。なんだかもうすごい話。そう。で、これ61本だった。で、この60っていう数字があって61本だったんだけど、その後90年代にこれがもう一気に破られるんですよ。まあ、野球ファンなら知ってるボンズっていう選手が73本とか打っちゃうんです。うんうん、でマグワイアって選手も70本打って、ソーサーっていう選手が66本打っちゃったりして、うん、もうみんなで超えてったの。この、ベーブルースを。ベーブルースを。で、よかったよかったってなったら、今言った3人とも、ちょっとね、いろいろ、なんて、力を借りちゃったって言われてるんですよ。薬物系の。ステロイド系のね。なるほどね。っていうんで、彼らの記録はちょっと今、横に置かれちゃってるんですよ。で、この、ジャッジが出てきた時に、これはね、でもこのニュアンスは、石井さんならわかるんでしょうけど、すごい見出しっていうか面白い言い方、面白いって言い方不謹慎だな。このアーロン・ジャッジについてね、うん、オーガニックな選手。あ、なるほどね、うん。オーガニックな選手が打ち立てた大記録っていう言われ方してるんですよ。混じり物がなくてね、あの天然由来のね。オーガニックたらね、自然のね、野菜とかさ。野菜とか、うん。でしょ。粉とかね。粉とかね。うんうん、まあ粉ってそういう意味じゃなくて、オーガニック。その粉じゃなくて、あの、パ、あの同じかパウダーって。で、オーガニックじゃない方はなんつったのか、まあケミカルなっていうかね、まあまあその。うん、なんか、アーティフィシャルなのか分かんない。まあ、そういう書き方するの。で、今ね、ジャッジについては、オーガニックな選手が打ち立てた、
まあ、新記録みたいな言われ方した。で、これは、何本打ってるんですか？ 62 本です。62本。うん、で、もう一つ言うと、アメリカって、まあ、石井さんも長くいらっしゃったからあれでしょうけど、そのね、でっかくてパワーがあるのが好きなんですよ。かつてのアメ車みたいな、うんうんうん。で、ホームランに対する憧れ、あるいはホームランを打つ人への尊敬って、やっぱ一番あるんですよ。だから、イチロー選手ってもう世界、もう最高のヒットメーカーなのに、全然評価はね、彼の偉業に対してはね、まだ足りてないですよ。ホームラン。ホームラン打ってないから。ね、うん。まあ、いつか一郎の凄さにも、アメリカのファンも気がつくでしょうけど、過小評価されてます、一郎選手、うん。だけど、そのオーガニックなジャッジが、その、ルースを、ベイブ・ルースを、バーンと超えたんで、これはもう、なんていうか、混じりっけなく喜べる出来事なんですよ。あ、なるほど。真水のね。オーガニックなね。オーガニックな。そう。だから、ね、このことの受け取り方っていうのは、ちょっと僕らではね、日本にいて大谷君を応援してるっていう感覚で見ると、ちょっと取れない感覚がね、感じきれない感覚が、このジャッジの62本にはあると思うんですよね。うん、なんでもその国の人はどう受け取るかでね。そうなんですよ。とにかくホームランだと。そうですね。何のこのホームランだという、はい。ホームランに対するこうなあるわけですよね。あります。そうすると大谷さんを、うん、大谷さんだとホームラン打ってる。ホームラン打つんですよ。34本打ってる。全然ダメと。うん、そう、だから、まあ、さっきの大谷かジャッジかで言うと、まあ、私別にアメリカの方の方を肩持つわけじゃないけど、うん、冷静に真ん中のハワイぐらいに立って、どっちかなって見たら、いやいや、ジャッジの方をね、うん、アメリカの方はね、てか、また、大谷君にはこれね、何の責任もないんだけど、大谷の二刀流に慣れてきちゃったから、アメリカの人たちが。はあ、うん、この凄さに、うん。だから今回で言うと、その、ジャッジの方にね、皆さんの喜び、つまり頑張ったなっていう祝福がね、流れそうな感じというのが、ちょっとこう、引いて、冷静に客観視したら、そういう感じの方に行くかなって、ちょっと心配あるんです。うん、今そのすごい面白いなと思ったのは、アメリカの人のアメリカの考え方とアメリカの受け止め方と、うん、アメリカ人の野球の見方っていうのがあって、うん、何がすごいかっていうのを見るっていうので、ね、うん、よくわかりますよ、ね、うん、バカみたいに大きい車ね、うん、ガソリンはコーナーコーナーにガソリンスタンドあるんだろうと思って作っちゃったよね。そういうね、なんかバッカだもんみたいな感じの威張ってるみたいな、あるでしょ。それはもうお国柄だからしょうがない。でもね、ごめんなさい、お話し。でもそんな、今石さんが言った、石さんもよく知っている、アメリカに乗り込んでって、同じルールで同じ企画の中で、もう輝き続けようとしている大谷翔平の凄さっていうのが、だから、まあ、まだ、これからですよ、彼の時代は。だから、さっきちょっと途中になりましたけど、大谷何がすごいかって、それはベーブ・ルースは二刀流ピッチャーとバッターって両方やった100年前の選手ですよ。うん、でそれ以降、出てきてないんですよ、そのスタイルが。だアメリカの人も忘れてたんです。そのスペクタクルっていうか、凄さを。そうそう。でも100年経って、まあ、野球もアメリカから教えてもらいました、我々は。うん、で、この国でしっかりと大きなビジネスにもなって、うん、子供たちの憧れる立派なメジャースポーツになって、うん、これはアメリカから教えてもらった、お礼も言わなきゃいけないんだけど、もう自分たちの文化になってきたんです。うん、なってます。定着しました。定着しました。でも、この我々の先輩方から引き継いできたこの野球界から、今度は、アメリカ人も気がつかなかった二刀流、つまり今の世界はもうハイブリッドですよ。多機能、ハイスペックな、今の時代が一番要求している選手を、アメリカのファンも気がつかなかった野球選手を、まあ、あえてこれ、我々仲間だとするのは、日本が送り込んだんですよ。大谷を向こうに、ドーン。こんなやつ見たことあるかっていう、この痛快さがもう最高ですね。大谷。うん、で、これだから見てても面白いんですよ。だし、誇れるものだと思うんですよ。大谷ファンたまらないですね。たまらないです。解説。たまらないです。そして加えて言うなら、でもこれはね、もう同じもの、同種のものなんですけど、彼は極めて、その、なんていうかな、前向きでね、ファンにも優しくて、もう本当にナイスガイですよ。うん。もうや、この、我々を代表してくれるに、もう本当に嬉しくなるぐらいな間違いないのね。パーソナリティなんですよ。もうパーソナリティも全て含めてオーガニックなんですよね。オーガニック。そうなんです。
から、たまらない。もう痛いです。もう別にアメリカの人見たいでしょうけど、こんな選手気がつかなかっただろうって、ね。っていうことよね。すごいの送り込んだぞっていう。テレビもおかげさまでいろいろやらせていただいて、気がついたら30年以上やったんですよ。そうですか。で、もうそろそろなんか違う世界に行かないと、もうダメだなと思ったんです。まあ、やりきった感じゃないんだけど、あまりにも長くやってきたし、スポーツ以外のところもやんなきゃと。残りの人生も考えてね。で、やっぱり、あと最後って言い方変だけど、何やんなきゃいけないのかなと思ったら、スポーツもいいしね。でも、子供たちにもっともっといいスポーツを提供したいなっていうのもあるし、年配の方にもっとスポーツもいいんですよっていうのもお伝えしたいし、やっていただきたいし、そういうのもあるし、でもその前に、じゃあ今の世の中どうなんだっていうと、スポーツも大事だけど、いろいろ課題もあるよねとか、いろんなことを、まあ60過ぎたぐらいから考えた時に、それは傍観してちゃダメだなと。やっぱりもう一回選手になって、まあ試合するって言い方変ですけど、プレーしないとダメでしょとか、まあかつてはユニフォーム着てやってたんですけど、まあちょっとスーツ着て試合するぞみたいな、なんかそういう、ちょっとね、なんか子供っぽい言い方なんですけど、まあそういう感覚で、やっぱり自分、奮い立ったもんね。なんかそう思いましたね。で、知事選出たんですよ、埼玉県。知事選にお出になりましたね。3年前ですけど。覚えてます、私。で、3年前、埼玉県知事選出たんですが、はい、まあ、落選したんですけどね。ただ、その時に、埼玉県の皆さんに86万票いただいたんですね。86万票。86万人の人が書いた。はい。はい、で、名前を、まあ、で、今、当選されたね、大野知事が、もう、頑張ってらっしゃるんだけど、まあ、落ちたとはいえ、私86万票いただいて、うん、その中には、もちろんその私を応援してくださった党をね、やっぱ支持してらっしゃる、ある種のこう組織的な応援もあったかもわかんないけど、うん、でもとはいえ、86万の、まあ何万かわからないけど、やっぱ青島個人に、お前ちょっとやってみろと言って、応援してくれた方はやっぱそれ絶対いるはずだと思うんですよ。はい、だから、やっぱその方々、にどうやって、まあなんていうかな、決着つけるかっていうかね、そのストーリーどうやって終わらせるんだと思ったら、そのまんまフェードアウトするんじゃちょっとこれ失礼だし、自分でもなと、もう政治家やらないみたいな。86万票のこの重さの落としどころ、落としどころが。だから、これやっぱどっかでなんかやるしかないなっていうのは落ちてからはずっと思ってたんですよ。で、まあ縁あって、今の馬場代表と知り合って。あ、そうですか。はい。で、居酒屋じゃないですか。居酒屋。先週いらっしゃってましたよね。この先週の居酒屋。いや、ね、お会いになって。はい。で、いろいろお話しする中で、やりましょう、やらせてくださいっていうお話になったんですね。あ、代表から。はい。あ、そうですか。で、結局なんかやっぱり政治というか、この世界でね、私はなんかやらなきゃいけない使命感みたいなのは知事選でもらいましたね、うん、マグマがこう湧き上がっているような感じが伺われるんですけれどもね、まあまあまあでもね、本当ありがたいですよ。これ僕今64歳です、はい、で、まあ、我々の同級生はもう言うと定年だったりね、はいはい、いろいろ新しく仕事変わりましたとか、いろいろな場合によると亡くなってるやつもいるし、いろんなご案内が来るんですよね。大きい手術したとか。まあ幸い元気ですしね。まあこの年でまた新しいチャンスもらえたんで、もうめっちゃ暴れるぞっていう気はするんですけど。ありがとうございました。長い間、長時間。ありがとうございます。こんなお話していただけて。ぜひ、はい、これからいろいろご指導いただければ、はい。いえ、そんな。し楽しくやって6年間頑張っていきたいと思います、はい、よろしくお願いしま す, しますありがとうございますありがとうございました、はい、すいませんおかわりお願いしますIt's gonna be a good day 昨日がどんな日でも It's gonna be a good day 今日は新しい It's gonna be a good day Thank you.
チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ごかい、チャコー。